ガオちゃんの西成チャンネルということで、今年ラスト戦闘、今年のラスト戦闘になるかもしれないですね。入船温泉さんで、はい、サクッと仕上げてきました。みんななんか年末の疲れというかね、落としてる感じで良かったですね。ちょっと今から、まあちょっと年末最後、鍋でもしようか言って、ありしたいと思いますね。ちょっと行きたいよ。すっきりしました。今年もね、銭湯にたくさんお世話になって、銭湯ないともう生きていけない、体でございますので、まあまあ気持ちも高まりましたんで、このまま寒さで気持ち低まらんように。今日は寒いですか？より風呂が気持ちよかったです。行きたいと思います。で、こんばんは。あ、こんばんは。はい、こんばんは。いつも大社の、はい。新次くんと。はい、どうも、くんです。あ、ありがとうございます。あ、川添社長と。どうも、ミロさんです。どうも。あ、なるほど、新年、ちょうど、新兵さんと交流して。今からちょっと年越しのかましますんで。令和3年、もうすぐ終わりますね。ほんまやな。令和4年なんねんな。まあ、3年と4年っていうことで、まあまあまあ、数字的には増えるんで、まあ、はい、僕も、来年はちょっと、はい、一段階上に上がっていきたいなと思うんで。まあまあ、お願いします。でも、新次くん。新次くんだよ。やっぱ魔王さんのでも YouTube。 いや誰が魔王さんや。魔王さんやったらお前それ悪魔の帝王みたいになるから。覇王さんやったら。いや覇王さんってこの世も支配してるみたいになってるから。年越し実家帰ったりする。いやちょっとずらして帰ろうかなって。いや名前いじってんねん。いやいや分からんって後出しすぎるて。西成チャンネル最初のわけわからんとこ散歩してますけど、ね、はい。まもなく、年越しということで、ね、もう5分切ってますね。あと4分も切ってるわ、はい、ちょっと寒いけど神社とかに向かってるわけではなくではなくなんか家で年越すんもなんかなと思ってとりあえず外飛び出しました。なん電車してますね。どうでしたか今日、今年1年は。今年1年僕は最高でしたね。楽しかった、はい、来年もっとなんか楽しなるように。はい、僕は正直あんまり良くなかった1年ですけど、はい、でも普通にまあなんかこれから多分楽しくできるやろうなって感じもあったんで、来年がすごい楽しみな1年です。お願いします。今年はなんかなかなか、じゃあもう来年はもっといい年にしたいと思います。来年は寅年なんで。あ、ほんまや、うん、年男で寅年ということで。いいですね。よかったよ絶対。西成ちゃんのライブは、はい、まあ、いろいろありましたね、今年は、はい。なんか思い出に残ってることとかあるの今年。いや、まあ、西成チャンネルライブとか、やっぱり、3回もしましたからね。1年だから一番印象に残ってる瞬間、うん、あー、なんかね、めっちゃさんと東京で銭湯行った時とかね。あと2分。あと2分。なんか、わけわからんとかいますよ。球体ですよ。なんか球体。正確なやつを今、あ、正確なやつ、信じて。はい、知りました。1分。うわ。残り1分です。残り30秒です。今どこに立ってるんですか？ここに座ってもらったもん。あ、橋の上やから。来年はちょっとね、はい、皆さんぶちかましましょう。さらに、まあ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。ハッピーニューイヤー。トラドシーガオー。気持ちが切り替わった気がしますね、はい、今年もよろしくお願いします、はい、今年もよろしくお願いしま す。球体を前に、はい、無事、年越すことできました。ありがとうございました。今年一発目のサウナ一発目いただきます。いいね、グランドサウナ新災場。新年早々整うってこと。はい。西成チャンネルどうでした。最高でした。最高でした。兄貴、かさまりまくりよ。気持ちよすぎ、新年これ始まり最高ですね。あったかすぎる。最高やな、はい、あったかい、うん、最高の1年です。明けましておめでとうございます。え、1年にします。さっきも言ったんですけど、トラ年でギャオで、はい、ということで、初詣にちょっとね、広田神社、お参り初詣して、今年のちょっとね、気持ちを、願いをちょっとね、こちらで、願わせていただきまして、はい、いい1年になるように、はい、初詣させていただきました。ということで家帰って、まあ、ゆっくりして寝たいと、初ガチ寝したいと思います。まぁ、あ、ちょっとかなり寒いんで、サウナが気持ちよすぎたんで、初がっつり寝、そして初夢で、夢見たいと思います。初詣もしてきて、なんかパワーも高まったと思います。シャレならんぐらい、年になったなっていう感じにしたいです。まぁ、あ、できたらねシャレにしたいんですけどもね、まぁ、あ、まぁ、あ、マジで眠いんで普通に寝ます。ガチ寝します。はぁ、西成チャンネル改めまして、おはようございます。はぁ、朝7時半です。はぁ、眠たい。ということでちょっと、初日の出見に行ってきます。
初新陳列車見させてもらいました。ああ、また来た。渡れんかったね。初新陳列車の間渡れんかった。初新陳列車で一回踏切が上がった後、初渡れんかった。すぐ渡れん。その間に新陳列車と新新電車の間に初渡れんかった。はい、ということで、日の出予算、西成の日の出予算で、初日の出、かましていきたいと思います。勝間田山田くん。あ、明けましておめでとうございます。うん、本年もよろしくお願いいたします。まあ、行きますか。初日の出。初日の出。去年も行ったもんな。はい。毎年恒例のね。はい。西成チャンネル、あー、最高でしたね。露天から入る日光。うん。良すぎました。はい。まあ、ほんまに。で、椅子も新しく増えてたりとか、はい、タオルも新品になってましたね。ねえ、正月タオルとかね。で、なんといってもコーヒー。コーヒー、はい。モーニングのコーヒーをちょっとね、飲めるんで、それいただいて。はい、初日の出。初日の出、めでたい。はい、めでたいということで。めでたいです。ハッピーハッピー。いや、ハッピーハッピー。ハッピーニューイヤー。西成チャンネル、西成の多摩出にある、生根神社さん。生根さんにね、初詣。まあ、西成芸人としてのこのね、このお参りというかね、をして、気持ち高めたいなと。なんか寒いけど、こう、空気がね、澄んだような気がします。はい、虎年のこの、虎がね、空気の中に混じっておりますね。相撲でしてまいりました。もう日差しが五光がパーンと差して、虎もパーン晴れてきて、最高の初詣となりましたんで、なんか食って家帰りたいなとか思ってます。ちょっと天ヶ茶屋に来ました。ちょっとお腹減ったんで、今年初ご飯、そして、マクロで、行きたいと思います。ちょっとマクド食おう思ったんですけども、まだ朝マックの時間やったんで、10時半からまた20分ぐらいとあるんで、普通のダブルチーズバーガーと食いたかったんで、よろしくみます。食いたかった。今すぐもうダブルチーズバーガー食いたい口でしたね。初、今からダブルチーズバーガー食いたいけど食えんかったですね。はい。ちょっと様子見ます。今年一発目の通天閣と、マクド。ちょうどね、朝マックが終わる時間に合わせるために天ヶ茶屋から通天閣に移動してきたらちょうど10時半なんで、ダブルチーズバーガー食べれそうです。朝風呂からのマクド最高でした。去年も同じように日の出湯行ってマクド行って、その時も舌が敏感になってるんで、このバーガーの塩っ気とかの感じ方がえぐいです。シャレならんぐらいうまかったです。でも次はシャレにしたいです。ちょっと眠たいんで、とりあえず帰りたいと思います。眠たい、めちゃくちゃ眠い。西成チャンネル、虎年ということで、虎の純一君も今日はいい表情しております。初ビルね、行きますわ。正味2時間1分だけ寝ます。ちょっと年末に土地越し飛ばしするかもしれないので、買ったりどん兵衛があったんで、これ食べます。楽しみです。年末に買ってたスパムーチョもあるんで、カラムーチョに行きがちやけど、スパムーチョはスパムーチョで落ち着くね。これを人はダラダラと呼ぶんやろうね。ちょっとキムチ鍋最高なんですね、はい、いただきます。いただきます。かけました、おめでとう。ありがとうございます。ハッピーニューイヤー。これだけしか使わないんですね。半分ぐらい。白菜うまい。白菜ほんま2個超える瞬間あるからね。落としましたね。入浴剤。びっくりさせて。ちょっと風呂入るわ。結構ポカポカでお腹も満たされて結構ガッツリ寝れそうなんで、13時間27分ぐらいだけ、しっかり寝たいなと思っておりますので、おやすみなさいませ。皆さん今年もよろしくお願いします。ギャオ、西成チャンネル。2月2日なんですけども、今日はちょっと一応仕事始めということで、芸人としての、ありがたいことにプラン9さんの、MBS ラジオかけましておめでとうに呼んでいただきまして、何があるかわからんから、まあ、虎年やし、この家におる虎の純一くんはなんとなく何があるかわからん、なんか持ってときましょうかね。盛り上がるかもしれないんで。まあ、上かぶしときます。運ぶときはこんな感じになります。西成チャンネル。おめらの方来ております。楽しみですね。気持ち高まりますね。嬉しいです。茶屋町まで来たんですけど、思ったより時間ギリギリですね。
到着しました。ちょっとギリギリ間に合いましたんで、新年一発目ということで、しっかり、いい仕事して気持ちよくスタートしたいと思います。西成チャンネル、お疲れ様です。ガオちゃん、はい、ちょっとありがとう。はい、ラジオプラナニさんのラジオ参加させてもらって、いや最高でしたよ。最高でしたね。ガオちゃんやっぱいいね。あ、ほんますか。今年トラ年やから、はい、吠えまくりたいね。吠えまくりたいですね。いやでもほんまプラナニさんの吠え始め、吠え始めです。あ、マジで。はい、いや今日ほんまにだからそこも演技良かった。むちゃくちゃ楽しかったですね。次のさ、はい、コーナーに行くたびにさ、はい、ガオっていうジングルが鳴るやんか。 あの効果音が、はい、それと一緒に吠えるから、あのわけわからんなって、はい、チャンスガオガオトラが喧嘩してるみたいになってたから、はい、面白かったです。はい、ありがとうございます。バクさんも一緒で嬉しかったです。だからな、ええとこ連れて行ってあるから。いや、いつもそのアメ村の三角公園とか有名なとこばっか連れてくるやめてくださいよ。お前今日それ言ったな。言い方見捨てました。見捨てたな。受けへん感じで言ってました。着地が分かりにくかったな。俺もあの苦笑いしてた。ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。はい。ちょっと瓶に入れてて怖かったんで、カバンにこうやって入れて。みんなが話し合ってな。はい、ビニール入れてた。黒いビニール袋。怖すぎるって。はい。向き出しで純一君帰らせていただきます。でもこんだけ純一君言ってるけど、はい、お前 MBS さんに忘れて帰りそう。やめてやる。はい、お疲れ様です。おだす。お疲れ様でした。今年もおめでとうございます。西成チャンネル。はい、ということで、終わりまして、住吉大社の方に、まあ、3回目なんですけど初詣です。おっくんとこばちゃんと。おはようございます。で、親分。お願いします。田村新兵さんと3人で、ちょっとだけ、住吉大社、行きたいと思います。提灯がね、雰囲気出てますね。西成チャンネル。はい、ということで、天水湯、今年一発目の行ってきました。新兵さんと。入るとこは取るの忘れたんじゃん。はい、ひかわくんと。ありがとうございます。まあまあ、おっくんと。入るとこの、やらせ取らんで。いやいや、やめやめ。西成、西成、西成チャンネル。